皆さんこんにちは。フィリピンダボ情報チャンネルの町田です。本日の動画では、日本からフィリピンに来る時の渡航情報ですね。渡航の規制が一部緩和されましたので、その情報についてお伝えします。また、在フィリピン日本国大使館のホームページに掲載されている領事館からのお知らせということで、マニラ首都圏における医療体制の現状というものが、大事な情報が載っていましたので、それについてもお伝えをしていきます。まずは渡航情報についてです。こちらはですね、在ダボ日本国総領事館のホームページに掲載されているものです。ホームページを開きますと、領事館からのお知らせという項目がありまして、それにですね、フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症の対応について、その49というのがあります。その49というのは、外国人の条件付き入国禁止解除。これは4月29日の発表というものが載っています。ポイントとしましては、4月29日にフィリピン政府は、禁止していた外国人等のフィリピン入国を条件付きで解除することを発表しましたというものです。はい、内容です。4月29日、フィリピン政府は禁止していた外国人等のフィリピン入国を次の条件のもと許可することを発表しました。1番目に、入国時に有効なビザを持つ外国人、または共和国法第6768号に基づくバリックバヤンプログラム、またはバリックバヤンプログラムを制定する法律に基づいて与えられた資格を有している外国人。そして2番目です。認定された検疫ホテル、施設で少なくとも7泊分の事前予約を行うこと。そして3番目、到着日から6日目に検疫ホテル、または施設での PCR 検査を受けること。そして4番目に、入国日の入国客、最大受け入れ人数にも左右されるとあります。そして最後5番目に、4月27日に発行された IATF 決議、省庁間タスクフォースを省略して IATF と言ってるんですけども、その決議第112号によって課された旅行制限、こちらインドからの渡航者及びフィリピン到着前の14日間以内にインドへの渡航歴のある者は旅行制限が継続されるとあります。そして、ダボの総領事館では、在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国にかかる規制、こちらは検査と検疫措置を含むとありますけども、それらに関する最新情報に引き続き注意をしてくださいと呼びかけられています。はい。これに関する情報がですね、イミグレーションのヘルプラインという、イミグレーションが運営している Facebook ページがあるんですけども、こちらは英語になるんですが、そちらでも4月30日のプレスリリースとして、同じ情報が載っていましたので、翻訳したものをお伝えいたします。はい。移民、非移民ビザを持つ外国人は5月1日からフィリピンが入国可能になりましたとあります。フィリピンのハイメ・モレンテ入国管理局長は、新興感染症管理のための省庁間タスクフォース IATF ですね、の決議を踏まえ、5月1日から有効かつ既存のビザを持つ外国人の入国を認めることを発表しました。入国管理局によると、これには既存の移民ビザ及び非移民ビザを持つ外国人が含まれるとのことです。モレンテ入国管理局長によりますと、IATF の決議により、有効なビザを持つ外国人居住者、学生、投資家、労働者は、フィリピンに戻ることができるようになりました、とのことです。さらに、政府の共和国法、第6768号バリックバヤンプログラムの資格を持つ外国人も、入国することができるようになっていますと、こちらでも述べられています。バリックバヤンプログラムでは、フィリピン国籍者と渡航する外国籍の親、外国籍の配偶者、そして外国籍の子供、またはビザなしで入国できるという行政命令408号の対象となる157カ国の一部に住む他国の市民権を取得した元フィリピン人、それらの人たちの入国を許可するようになっています。また、モレンテ入国管理局長は、有効な特別居住者退職者ビザ、こちら SRRV ビザですね。または 9A、まあ数字の9ですね。2A、9A の
短期渡航者ビザを持つ外国人は外務省が発行する入国免除書類を到着時に提示することで入国が許可されると、付け加えています。9E のビザを持つ外交官や国際機関のメンバーを除く入国者は認定された検疫ホテルや施設に7泊以上の宿泊施設を事前に予約する必要があり、到着日から6日目に検疫施設で新型コロナの検査を受けることになります。事前に予約した有効な検疫宿泊施設の提示に関する従来の規定は引き続き実施されることとなっています。こちらあれですね、入国禁止がある前の段階でも同じことが行われていたということですね。それが引き続き継続されるとのことです。検疫施設の提示を怠った場合、入国を拒否され、次の空席のある便で出発地に戻ることになりますよと、入国管理局長は述べています。入国管理局はまた、前回の IATF 決議に従い、インドからの入国者、または入国前14日間以内にインドへの渡航歴がある者は、5月14日まで入国を禁止するということを述べています。まあ、今の時点で5月14日ですけども、状況によってはそれが延長される可能性もあるということですね。はい、以上が5月1日からですね、新しく海外からフィリピンへの入国に関しての規制が一部変更されましたので、それについてお伝えをしました。これはですね、フィリピンの状況はいつもなんですけれども、突然変更となる場合がありますので、常に最新の情報をチェックするようにしてください。こちらはフィリピンのですね、在フィリピン日本国大使館、もしくは在ダバオ日本国総領事館のホームページに、最新の情報が常にですね、掲載されていますので、そちらをチェックすると良いかと思います。はい、続きまして、そのフィリピン日本国大使館のホームページに載っているものですけども、領事館からのお知らせということで、フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症の対応について、その94、マニラ首都圏における医療体制の現状ということが、書かれています。ポイントとしましては、フィリピン・マニラ首都圏においては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、主に医療面で様々な支障が生じていますとあります。そして、在留邦人の皆様におかれましては、感染し重症化した場合の対策について改めて検討してくださいということが書かれています。はい、本文です。1番目、現在フィリピンのマニラ首都圏周辺における新型コロナウイルスの感染拡大に伴う医療状況等は以下の通りですとあります。首都圏中部ルソン、こちらはリージョン3と呼ばれている場所ですけども、そしてカラバルソン、こちらリージョン 4A ですね。それらの地方は流行悪化傾向にあり、ステージ3、こちら4段階中2番目に悪いものがステージ3だそうです。となっており、大規模な市中感染を期しており、感染源を追跡できない状態と評価されています。こちらの評価は4月12日付の WHO 情報だとのことです。そして、マニラ首都圏の COVID-19 に対応する医療体制の逼迫状況に関しては、2020年末にかけて病床占有率は比較的抑えられていましたが、2021年4月27日時点で ICU 集中治療室の占有率は約 71%、隔離病床占有率も約 61% と高止まりしています。こちらは、フィリピンの保健省の資料だとのことです。フィリピン政府は市内の宿泊施設の大部屋を隔離施設に転換したり、リサール公園に臨時病床を設置したり、病床の確保に対応していますが、一方でマニラ首都圏で日本人が多く利用する複数の総合病院で3月以降満床が続いていて、病院によっては現在でも数十人単位の入院待ちが発生しているという報告が大使館に入ってきているそうです。当地におけるワクチン接種計画では、現時点では外国人が優先接種対象に含まれておらず、また使用されるワクチンには日本で承認されていないワクチンが含まれる上、各人がワクチンの種類を選択できないとされています。ちなみにフィリピン政府は、アメリカのファイザー、中国のシノバック、イギリスのアストラゼネカ、ロシアのスプートニク5、アメリカのジョンソン・エンド・ジョンソン、インドのバーラト・バイオテックの各ワクチンを緊急使用許可済みとのことです。
なお、当地では4月26日現在、全国の医療従事者及び高齢者約174万回分、そのうち1回目のみは約150万回分の接種が進んでいるとのことです。一方で日本では国内居住者への接種が現時点で医療従事者216万回分、進捗率が 25% とのことですね。そして高齢者2万8000回、4月20日現在となっているとのことです。また一時帰国する海外在留者向けのワクチン接種につきましては、現時点で具体的な接種開始時期は決まっておりませんが、準備が進められているとのことです。こちらはあれですね、海外に住んでる日本人、私を含めた日本人がですね、海外じゃやっぱり優先的に打てないという事情があることから、非常に多く心配の声が大使館経由で外務省に上がっていまして、それを踏まえて、一時帰国して、空港の近辺等でワクチン接種を打てるようにしようという動きが今、進んでいるそうです。で、こちらの大使館情報でも準備が進められているとのことですので、まあ、いつになるかはまだわかりませんが、そのうち、こういったこともできるようになると、考えられます。このようにですね、非常に厳しい最近の感染状況及び医療施設の逼迫状況を考慮しますと、当地にて重症化した場合に通常期待されている医療サービスを受けられないリスクが従来よりもかなり高くなっていると考えられます。ついては今一度ご自身が感染され重症化した場合の対策について検討され必要な準備を進めていただくようお願いしますと大使館からの文章に書いてあります。さらにですね、重症化後に日本または第三国等での治療が必要となった場合、こちら当地の病院に空き病床がない場合を含みますと書いてありますけども、もう病院行ってもどこもいっぱいで、フィリピン国内ではとても無理だとなった場合、日本に帰るまたは第三国で、もう治療をするしかないとなった場合ですね、定期便には搭乗できないため、医療用チャーター便を利用することになりますが、数千万円の緊急移送費用がかかることがありますと、あります。海外在住者向けの保険でカバーされる場合もありますので、保険会社にご確認くださいとあります。数千万円ってね、すごいもう、とても払える金額では、普通の人ではないと思いますけども、まあ保険でカバーされている場合もあるとのことですので、一度ご確認していただくといいと思います。はい。さらにですね、事情により保険利用が難しい場合、あるいは緊急移送に不安をお持ちの場合、こちらはですね、緊急移送といっても出発まで準備してから数日かかる場合もありますという説明も加えてあります。その場合はですね、感染や重症化のリスクも念頭に引き続き当国フィリピンの国内に滞在することの是非を慎重にご検討くださいとあります。はい。これはなかなか深刻な重い言葉ですよね。まあでも現実的に医療崩壊が起きている状況ですから、いろんな選択肢がある中で、このままフィリピンに行ってもいいのかという、帰らなくていいのか、もしくは他の国に行かなくていいのかということを、慎重にご検討くださいですので、オプションの一つとしてね、どうするかっていうのを慎重に考えるというのは本当に必要なことだと思います。はい。当地の病院への入院を選択される場合には、普段よりお住まいの自治体から提供される各種情報に注意されるとともに、各病院の空き状況は刻々と変化しますので、近隣の自治体を含めてご自宅周辺の取扱い病院の連絡先をできるだけ多く調べておかれることをお勧めしますと。当館が承知する事例でも、自宅近くはどこも満床で 100km 以上遠い病院に電話してようやく見つかったケースがありますと。書いてあります。まあ、大使館ですからね、いろんな日本人の方からもう病院どうすればいいのか空いてないんですって連絡がきっとたくさん行ってるんでしょうね。で、その中の一つで、例として自宅から100キロ以上遠い病院にですね、電話してやっと行く場所が見つかったというケースがあるとのことですね。以前の動画でお伝えしていますけれども、日本人の方もすでにですね、大使館が把握しているだけでももう結構多くの数の人が陽性になっているということですね。まあ、把握しているだけですので、把握してないのを含めると本当にもう多くの人、日本人の人でも多くの人が
感染してるんじゃないかということが、マニラ新聞のですね、情報で書いておりました。また残念ながらですね、すでに亡くなられている日本人の方も、いらっしゃいます。私の知人もですね、実際、コロナが影響で亡くなってしまった人も存在しています。ですので、今回この大使館からの情報をですね、深刻に受け止め、今後どうしていくかというのを、それぞれが真剣に考えるべきだと私は思います。今医療崩壊と申しましたけども、医療崩壊の定義とはじゃあ何なのかって一度調べてみたんですが、 Google で検索すると一番トップに出てくるのが公益社団法人神奈川県医師会さんのページなんですね。そこで医療崩壊について説明してあるんですけども、そこで書いてある医療崩壊の定義は、救急医療や手術をはじめとする本来あるべき医療ができないことですと簡単に書いてあります。まあそうですね、本来あるべき医療がですね、できない状況、まさにマニラ首都圏の病院は多くの病院でそういう状況が起こっていまして、コロナかもしれない、またもうコロナだと分かって治療しに行きたいけども、もう満床で受け入れてもらえない、もうまさに本来あるべき医療ができない病院が多くあるという医療崩壊がすでに起こっている状況です。まあもちろん住んでる場所によって、私はダバオ市に住んでますけども、状況は同じフィリピン国内といえども状況は異なります。ダバオは比較的ですね、まだマニラ首都圏等と比べますと、最近感染者情報も落ち着いてきていますし、病院の占有率もですね、以前年末年始あたりは本当に危ない時期がありましたけども、今のところまだ落ち着いている状況だと、いうことで、まあお住まいの地域によって異なりますので、ぜひ身近なところの病院がどうなっているのかという情報ですとか、いざコロナにかかってしまった、もしくはかかってしまったかもしれないとなったらどうすればいいかというのをですね、自分の周りでどういうことができるのかというのを、今回のマニラの大使館からの情報を参考にですね、考えておいた方がよろしいかと思います。フィリピン日本国大使館や在ダバオ総領事館のホームページにはですね、フィリピン政府が発表した最新情報が随時アップされていますので、日本語の情報源としてチェックをされると良いと思います。私の動画でもフィリピン全国やダバオ市の情報についてお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録がお済みでない方はよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。